はい、こんばんは。YTK です。本日ね、9月11日、911ですね。で、本日ね、封書が届いて、これです。淡路島ロングライド150のね、ゼッケン引き換え書。ということでね、あともう少し、2週間後かな ?2 週間後ぐらいですね。に前々からね、お話ししてた、淡路島一周の、イベントですね。レースではないんですけども、まあ、それの、ゼッケンの引き換え書が本日届きました。もう、ようやく、なんか、ぼちぼち本格的な感じになってきたんですけども。で、その中にね、いろいろ小冊子入ってたんで、まあ、ご紹介しようかなと思ってます。で、まず一発目、参加者ガイド。ここにね、細かなルールとか書いてるんですよ。で、前日からのね、日程とかも書いてます。前日はね、ゼッケンを引き換えたり、で、あと前夜祭とかね、まあなかなか、大きな大会なんで、まあ大会といいますかね、イベントなんで、そんなこと書いてますね。で、まあ、どこで始まるかとか、で、あと、エイドステーションの、通過制限時間。まあ、要は、これまでに通過してくださいねっていう締め切り時間ですね。っていうのも書いてますね。で、次。スマホでスタンプラリー。今回のね、淡路島ロングライドでも使えるみたいですね。友達とかね、一緒に登録とかしてたら、どこ走ってるかとかもわかるらしいです。で、あと、スタンプラリーもあって、で、その通過した時にタップしたらいいのかな。これ GPS と連動してるんですかね。そのエリア内でしか押せないようになってんのかな。まあまあ、面白そうですね。これもちょっと自分やろうか思ってます。で、ゲストライダーの現在地もわかる。これですね。で、安田大サーカスのね、団長さんも、なんか来るみたいですね。これを見る限りで。で団長さんで、ね、も知ってる人はね、もう知ってると思いますけども、トライアスロンのね、全日本代表を目指して頑張ってはってね、で、ロードバイクもすごい、本格的にやられてはるんで、まあまあ、そういう兼ね合いで来るんですかね。まあまあ、面白そうですね。これやります。次。手ぶらで行こう。これね、読んで面白そうやったんでね、ちょっと自分も使ってみたいなと思ったんですけども、梱包をね、自転車を梱包して目的地まで運んで、で、現地で、まあ、楽しむというやつですね。まあ、要は、行きしな輪行せずに手ぶらで行けますよ。で、まあ、目安となるのが、東京淡路島やったら片道5000円。まあ、往復で1万円ですね。だけじゃなくてね、こっち裏見たらびっくりしたのが、梱包キットですね。が3400円で別途かかると。まあ、それでもね、美味しいのがね、自分の場合、関西なんで、こっから、関西から、北海道ですね。行ったら、まあ、片道6100円なんですよ。北海道まで行ったらね、だいぶ価値あると思いますね。うん、まあ、北海道行くことないんですけど、まあでもこれを知ったらちょっと行きたくなりましたね。まあ向こうでレンタルしたら断然安いとは思うんですけどね。まあまあどうせ行くんやったらね、自分の手慣れたね、自転車で行きたいところなんですけど、まあまあ面白いサービスですよね。で一応9月の何日、24日かな、月曜日の祝日にこの淡路島ロングライド150が開催されるんですけども、ね、正直ね、完走できるかどうか不安でもう仕方がないですね。で、幸いね、次の土日は、雨が降らないんで、まあできるだけ似た環境のところを走ってちょっと手応えをね、確信したいかなとは思ってます。はい、まあ以上かな。まあそんなところです。ご視聴ありがとうございました。